今日も来たの、母さん。どうも。なんで来たのよ。あやのふさん、相変わらず部屋着の趣味が。母さんが持ってきたの、私が選んだんじゃないの。聞いてよ、あやのさん。三上刑事がさ、12年前の事件の真相を突き止めて、お父さんの名誉を回復する、その目的を果たすためにトリプル A に入ったの。社長は警察時代父さんに鍛えられてたからね。で、全部返してもらったから、もう用はないから捨てたの。母さんも私も母さんにいろいろ教えてもらうための人質だったの。いや、逆だって。俺、綾乃さんと付き合ったことで社長の怒り買って首寸前まで行ったんだから。いざとなったら私がシュウと一緒に新しい会社立ち上げて。そういうこと男に軽々しく言っちゃダメだからね。